シクロプロパンシクロアルカンとは、一般式 CNH2N で表される、歯間式有機化合物の総称である。シクロアルカンは3つ以上の炭素間単結合で、構成された単幹化合物であり、管の大きさにより小因管、中因管、大因管に分類される。管を2つ持つ飽和炭化水素をビシクロアルカンという。ナフテンに由来する。例えばシクロプロパンは、容易に、 熱分解されプロペン CH2CH イコール CH2 CH に間回列する性質を示す。かつてはシクロアルカンは平面構造を劣ると考えられていたのでアドルフ・フォンバイヤーは調理季節を提唱し SP3 混成軌道の正四面体構造結合角と正多角形の結合角の差によって生じる歪みが結合エネルギーを不安定化させると考えた。 しかし実際は、シクロプロパン以外のシクロアルカンは、単一平面上にメチレン炭素が配置することがなく、その結果結合核は、正四面体構造と、さほど相違がないことが明らかになっている。すなわちバイヤーの調理季節は、 必ずしも正しいものではなかったが、立体ハイ座と内部エネルギーとの関係を明らかにする原動力となり、立体化学あるいはハイ座解析の先駆けとなった。有機合成的には主々の方法で、シクロアルカンあるいはその誘導体が合成されるが、三ンンカンは、缶の歪みが大きいため、一般的な管構築反応では構築できず、シクロプロパンに固有な合成法によることが多い。 また、中印管から大印管とサイズが大きくなるにつれて、反応分子の立体配座の自由度が大きくなることで、反応点同士が近づく機械が減少し、分子内ではなく複数の反応分子間での反応が競争するようになる。従って、一般には中印管から大印管の構成は、高度希釈条件下で分子間反応を抑制する必要がある。次に、 シクロアルカンの一般合成法として、ジハロゲノアルカンとマロン酸エステルの感化反応の例を示す。一般に、マロン酸エステルのエノラートを用いたアルキル化は、モノアルキル体で停止させることは難しく、速やかに2段階目のアルキル化が進行する。感化反応で生成したシクロアルカンジカルボン酸エステルを加水分解すると、ゼムジカルボン酸は容易に脱炭酸反応するので、 シクロアルカンカルボン酸が得られる。あるいはさらに脱炭酸して、シクロアルカンへと導くこともできる。ありがとうございます。